神ー寺は、高知県八木郡安田町東浜にある新聞州、豊山派の寺院。竹林山地蔵院と合し、本尊は十一面観音。四国八十八箇所霊場第二十七番札所。本尊新聞、音魔かキャロにキャッソワか護衛か、みほの恵みの新神ポーさ山も近いも、高き水音神ポー堂に咲く。 氷炭桜まった手と呼ばれる、急な山道を登った神峰山の中原にあり、四国八十八箇所で九番目の高さで、高知県では一番である。土佐の関所また、変路転がしと呼ばれる、屈指の難所として知られ、江戸時代は、麓の前寺で妖廃死のお経を済ませる変路も、いたほどであった。自伝によれば、神宮皇后が、朝鮮半島進出の戦勝を祈願し、 アマテラス大臣を祀った神社が起源とされ、天平2年に、聖武天皇の直を受けて行基が十一面観世音菩薩を刻み、本尊として神仏合詞し改装したという。その後大道4年に空海が道を建立し、観音道と名付けたとされている。その後、道東が多くあったが、現那年間火災によりすべて消失。その後、本道と大主道と陳守者のみ再建され、 十一面観音も、ふもとにあって廃寺になっていた別当の神ウ寺から、収めて復調する。しかし、険しい山中の札所ゆえ別当になっていたふもとの、常行禅寺山井札所の養子庵で養廃し、農協する者も多かった。なお、江戸末期、常行禅寺での農協帳に、法納本尊十一面観音土宗、竹林三人法と記されている。幕末、 三菱財閥創始者、岩崎八太郎の母は、八太郎の開運を祈願して、現在の秋市より、片道20キロメートルの道のりを素足で37日、通い続けた逸話がある。明治初年の神仏分離令によって神宝神社だけが、残り神院としての部分は、廃寺となり、本尊と札所は、金剛長寺に預けられ、金剛長寺で農協をしていたが、 明治20年元の造房跡に同社を混流し、本尊と札所を帰還させ再興した。大正元年には、茨城県稲敷郡、朝日村の新言集地蔵院の自覚を移し、そして昭和に入って、それまでの神宝から神宝寺と称するようになった。昭和50年頃、当時へは東から悪路の開拓道路を約8キロメートルタクシーに乗車し残り30分参道を、 歩くか、ふもとからの急峻な変路道を登るしか行きつけなかった。同年1月、二大新住職になった南館彦は、着任するや、開拓道路からの徒歩道を小松直美樹と共に整備していたが、直接6から当時へ上がる車道を作ることを発願し、小松を理事長にして神宝道整備事業団を結成し、参拝に来て事情を知った宮地宅間の協力も得て、 同年10月より工事が着手された。その3人と4名の作業員との7名で作業にかかり、2年後の12月一応の完成を見たが、その後数年間、神坊堂は、同住職が日夜作業にあたり改良を重ねられた。その後、平成元年神坊堂は町へち道として、無償提供された。そして、平成23年には、ふもとから中原まで、 片側一車線の広域農道が開通し、上歩道と繋がった。道路が完成した後、道住職は、当時を厚く信仰していた、手島豊の奉仕を得て、寝台市道周辺や本坊周辺及び、斜面の庭園を自ら雲母に乗り整備した。不動明王仁門をくぐると左に、長津場が、その先右側に首老が、左側に、栗、農協所があり、 石段手前の右側に神宝の水が湧く。石段を登り切って、左に行くと、聖観の運動がありその左に本堂が戻って、右に進むとリアルな不動明王像の前を、通り大師堂の裏に出る。鉄道バス道路新宝神社新宝神社かつては、札所で、本殿下の社務所が、元の寺で、社寺が一体であった。四国霊霊上には、これ山高くそば立ち、絶頂より望む。 u k 九折にして、黒き髪も黄色になりぬ、魔境ゆえに、猿の時折りとは、人行くことを得ず、とあるほどのところであった。詳しくは、神宝神社を参照四国十八箇所二十六、金剛長寺二十七、神宝寺二十八、大日寺。ありがとうございます。